が創建された年代は明確ではありませんが、820年代以前から奉仕されていたと思われます。古くは、島全体が霊域とされ、江戸の頃まで一般の入島が許されませんでした。旧暦3月16日から3月末日まで期間に限って、一般の入島が許され、しかも、他領人の徒党参拝は禁じられていました。その後、元文2年17375月23日他領人の参拝が許され、全国の信者が参集するようになりました。では、どうぞ。宮崎市青島神社の裸参りに参加する米国人のビデオが話題になっていました。あ、お島裸参りは、1400年の歴史を持つみそぎ行事で、ふんどし一枚で、極寒の海に入って、汚れを清めるものです。そんな日本の伝統に参加する米国人に、海外からは、絶賛の声が寄せられていました。これは青島裸参り。1400年の歴史がある。すごい。全員ふんどしを着てる。ふんどしで、海の神様をお参りする。あ、お島に神社がある。見ての通り寒いよ。ふんどしが薄くて明るいから見える。申し込んだ500人しか参加できない。運動したら海に飛び込む。神様が迎えてくれるまで10分いないといけない。それで清められる。その後、青島の外周を走ってさらに清める。そして、神社で熱湯をかけられる。15時00分。参加したのは間違いだったかも。なんで、みんな心臓を叩いてるの？海の神様、どうかお許しください。僕は、何も悪いことしてないよ。本当だって。肩の深さまで行かないと。みんな言ってる。意外と暖かいよ。空気の方が暖かいから。みそぎとは、身体に罪や汚れのある時、または神事の前に、川や海の水に浸かって、身体を洗い清めることとあります。特に、祭りの当事者や神役は、みそぎによって、身体を正常な状態にすることが必要でありました。比企によると、イサナギの命が、黄泉国から帰った時、つくし日向の立花の踊の阿萩原の流れでみそぎをしたのに始めるとされます。